港島駅は兵庫県神戸市中央区港東中町4丁目に位置する神戸新港ーポートアイランド線の駅である。駅番号は P05。2011年7月1日に神戸市立医療センター中央市民病院が医療センター駅付近へ移転したことに伴い急所の市民病院前駅から解消された。駅周辺に多くの大学のキャンパスが立地することにちなみ、 キャンパス前の福駅名が付く。相対式ホーム2面2線を持つ、高架駅である。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。一部時間帯で駅員が配置されている。駅舎は、1階がコンコース、2階がプラットホーム。2番線ホームには、ポートアイランド病院と直結する改札口があり、軌道切り替え工事前は、改札口はここのみであった。 改札内にはエレベーター、エスカレーター、多目的トイレ、AED などがある。1階の改札前から道路を挟んだ駅東側の住宅地まで歩道橋によって結ばれている。開業当初は現在の2番線に当たるホームのみの片面1面1線で北不当方向のみの一方通行であった。神戸空港延伸事業による伏線化で現在の一番線ホームに当たるホームが 増設されている。下りの日中時間帯は1時間あたり15本発射する。朝ラッシュ時は約2から3分間隔で発射する。2019年度の1日あたりの平均乗車人員は8030人で、神戸新交通の駅では第4位、ポートアイランド線では三宮駅に次いで第2位。1989年以降の年度別1日平均乗車人員の 水位は下記の通りである。ありがとうございます。